と言いますと、なんとなく締めっぽくなりますので、そろそろこの辺にさせていただきたいと思いますけれども、本年1年、大変厳しい時代だとは思いますけれども、少しでも明るく、そして少しでも明るい材料をですね、作っていこうではありませんか。最後になりましたが、会員各社の皆様方のますますのご発展と、そして関係諸団体、また経済産業省の方からですね、たくさんの方が来られておりますので、ぜひ私どもの声を少しでもたくさん聞いていただいてですね、政策に反映していただければ大変ありがたいと思っております。そして、そういう政策当局の皆様方のこれからのご活躍を記念申し上げ、そして本日ご列席の皆様方のご敬称を記念、させていただきまして、私の挨拶を終わりたいと思います。どうもありがとうございました。